送り犬は日本の妖怪の一種。東北地方から九州に至るまで各地で送り犬の話は存在するが、地域によっては犬ではなく狼であったり、その行動に若干の違いがある。単に山犬、狼とも呼ばれる。夜中に山道を歩くと後ろからピタリとついてくる犬が送り犬である。もし何かの拍子で転んでしまうとたちまち食い殺されてしまうが、 転んでも、どっこいしょと座ったように見せかけたり、しんどいわと、ため息まじりに座り、転んだのではなく少し休憩を取るふりをすれば、襲いかかってこない。ここまでは各地とも共通だが、犬が体当たりをして、突き倒そうとする。転んでしまうとどこからともなく犬の群れが現れ、襲いかかってくる。当地域によって、犬の行動には、違いがある。また、地域によっては、 無事に賛同を抜けた後の話もある。例えば、もし無事に賛同を抜けることができたら、さよならとか、お見送りありがとうと一言声をかけてやると、犬は後を追ってくることがなくなるという話や、家に帰ったら、まず足を洗い切ろの無事を感謝して、何か一品送り券に捧げてやると送り犬は帰って、行くという話がある。昭和初期の文献、小さ型タ民短集には、 以下のような話がある。長野県の沿田に住む女が、出産のために夫の元を離れて実家に戻る途中、山道で産気づき、その場で子供を産み落とした。夜になって何匹もの送り犬が集まり、女は恐れつつ、食うなら食ってくれと言ったが、送り犬は襲いかかるどころか、山中の狼から母子を守っていた。やがて送り犬の一匹が夫を引っ張ってきた。 夫は、妻と子に再会し、送り犬に赤飯を振る舞ったという。長野の南作郡小海町では、山犬は送り犬と迎え犬に分けられ、送り犬はこの炎伝の事例のように人を守るが、迎え犬は人を襲うと言われる。流栽肝人正積が、教化百物語より、送り狼関東地方から近畿地方にかけての地域と高知県には、送り狼が伝わる。 送り犬同様、夜の山道や峠道を行く人の後をついてくるとして、恐れられる妖怪であり、転んだ人を食い殺すなどと言われるが、まさしく対処すると逆に周囲からその人を守ってくれるとも言う。本庁食感によれば、送り狼に歯向かわずに命乞いをすれば、山中の獣の害から守ってくれるとある。和漢三サイズへの狼の甲には、 奥良神は夜道を行く人の頭上を何度も飛び越す。もので、やはり恐れずに歯向かわなければ害はないが、恐れて転倒した人間には食らいつくとある。また、火縄の匂いがすると逃げていくので、山夜を行く者は常に火縄を傾向するともある。他にも、声をかけたり、落ち着いて、タバコを吹かしたりすると襲われずに、家まで送り届けてくれ、お礼に、好物の食べ物や、 草履の片方などを挙げると満足して帰っていくとも言う。伊豆半島や埼玉県戸田市には送り犬の仲間とされる送りたちの伝承がある。同様に夜道を歩く人を追ってくる妖怪で草履を投げつけてやるとそれを加えて帰っていくという。なお、日本狼は人間を監視するためついてくる習性があったとされる。妖怪探訪家村上賢治も送り狼は 実際には、日本狼そのものを指しており、怪異を起こしたり人を守ったりといった妖怪としての伝承は、日本狼の行動や習性を人間が、都合の良いように解釈したに過ぎないとの仮説を立てている。行為を装いつつも、外心を抱く者や、女の後を付け狙う、男のことを、送り狼と呼ぶのは、この送り狼の妖怪伝承が由来である。ありがとうございます。